い、皆さんこんにちは。アムールチャンネルです。アムールチャンネルは地球から宇宙から地球に移住してきた皆様の3次元の世界がより良くなるようにということで、各界のレジェンドをお迎えしてお送りしております。今日は知る人ぞ知る青梅の魔女のところにやってまいりました。なんと魔女もうね、ここのお宅を全部ご案内したいぐらいなんですが、キリがないので、魔女の老田陽子先生でございます。初めまして。それこそ20年、以上のお付き合いになるんですけど、もう当時ビーガンなんて言葉がない時代から、ビーガン料理を作られてたり、ビーガンって言ってもお肉なかったわけじゃないよね。雑穀と、そうただビーフとか豚はあまり使ってなくて、基本は平飼いの鳥ちゃんたちの、そうだよね、なんか、そうだよね、昔から知ってるから。そうなんかするとお茶飲み話みたいな。そう食材とか、その防腐剤を使わないとか、農薬を使わないとか、あとはその体に本当にお塩とか、化学調味料を使わないっていうのがまだ、今結構ね皆さん知ってるけど、二十数年前って言ったらもう全然味物とバッサバッサの時代。そう当時ね、あるお店とカフェをされていて、魔女の人生相談カフェみたいな感じで体を整えてもらうために、もう本当に列を作って食べに行ったわけですよ。あの頃も私結構衝撃的だったんだけど、例えば創作料理もすごかったし、カレー1個にしてもシチュー系にしても、絶対ルーって使ってなかったじゃないですか。ないですね、だから、なんていうの、ちょっと味わったことのない味のものが多くって、結構ね、衝撃、メニューないしね。そう勝手に決めちゃうからね。そう、今日のあなたに会ったランチこれ食べなさいみたいな感じで、今日もまさに同じノリで、今日の私が食べた方がいいランチを用意していただいたわけなんですけど、しかも今陽子さんはちょっと海苔とお塩に、もう超こだわっているということで、海苔とお塩について教えてください。お塩はまず、うちはずっと琴の葉工房さん、漢方園さんの代理店になっていて、縄文塩、その塩のバランスがとにかく私は食べてよし、体によしっていうものを取り扱っているので、うちの料理は全部このお塩を使っているんですね。お塩が本当に味の決め手と、体のエネルギーが自然に働き出すっていうのかな、その感覚を自分の体が本当に病気で入退院を繰り返してきたので、常に病院に入るとまず点滴で、その点滴がなんでナトリウムだろうと思って、でそこから入って塩だよなっていう、でそこからいろんなこのお塩のスペシャリストにいろいろ教えていただいて、で特にここの琴の葉さんのね、酒井京子さんってこの方にいろいろ教えていただいて、ちょっとずつ、まだ代理店って言ってもそんなに大きくまだ広げてないんですが、うちのお料理は全部このお塩で琴の葉さんで作っている、作って、なんかちょっと今並べてもらったんですけど、塩がね、そう、これね、見て、野草塩、黒いの、そう、ぱっと見なんか別に美味しくはなさそうななんか塩なんだけど、野草塩っていう響きがすごいのと、ちょっと後で舐めさせてもらってみます、ね、これが野草塩、いろいろ入ってますよ、いろいろ入ってるんだ、いろいろ入ってる、でこれが、それが縄文の宝じゃないかな、縄文の宝だって、これはね本当にね、なんかね美味しそう、ゆで卵とかね、ああ絶対美味しい、絶対美味しい、硫黄、硫黄がちょっと強めなんですけど、お料理に入れるとそれがアクセントになって、あれちょっと一味も二味も変わったかな、ちょっとごめんなさい、これはじゃあこのお料理のどこに入ってるんですか。全部に使ってます。あ、全部の塩、全部、でこのブラックとか、このエゴマのふりかけとか、納豆塩は、納豆塩、
パラパラと自分でかけていただいて、これそう納豆汁、そう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 、どういうこと？そう納豆汁、匂いがなくて、要はそのネバネバの納豆を持って歩くと、まあね、いろいろ旅行とかもね大変じゃない、だけどホテルとかいろんな旅行先でちょっとパラパラって、それでちょっといろんなものも流してくれる納豆、用途が違うってこと、うんうん、ちなみに、うん、じゃあこのブラック塩は何、はい、どんなことにいいんですか？これはね、内容量が竹炭とかよもぎとか黒ごまとか、うんうん、玄米、モリンガ、ハグチャ、ハト麦、ドクダミ、クマザサ、柿の葉とか大箱、ね、もうね62種類の野草が入ってるんですけど、うん、味はとにかく美味しくて複雑で、それでいてその炭とかでデトックスがすごくいい。食べる量はどのぐらいでもいいんですか？うん、自分の体が欲しい量なので、美味しいと思う量を振りかけて食べる。ご飯とかアイスクリームとかご飯とかお刺身とか、ぜひぜひ。あ、なんかね、香ばしい感じもするし、おこげみたいな風味もするし、これはねなかなかなくて、初めて見た、うん、デトックスのためにすごくいいでしょうね。あの、なんていうの、あの、わかりますわかります、うん、松の実とかも入ってるんですけど、うん、その体に健康にいいっていうものって、うん、得てしてすごく美味しいかっていうと、うん、っていうものが多いんだけど、これ美味しい、すごく美味しいのでね、うん、溶ける口の中でふわーんって、で香りがなんていうの、鼻に抜ける感じ、うん、ちょっとなんかあの玄米パンとか、あ、いいかもしれない、ね、うん、ちょっと蒸しパンとか米粉でね、うん、作った時にちょっとアクセントに作ってあげてもね、うんうん、いいので、今お塩って本当に大切なので、うん、あの、もういい加減本当にマイお塩、そうなんで、うん、この取材が楽しみだったかって、うん、12月のイベントに、はい、ヨコさんが来てくださった時に、うん、私が花粉症みたいになって、うん、目が猛烈にかゆかったんですよ、うん、そしたらヨコさんが手作りの塩だよね、ここの、そうそうそう、ここの塩の目薬、ここの塩をお水で配合した、うんうん、作ってくださってる、そういったに入ってるの耳に刺しなさいってくれて、うんうん、もうね、それ刺したらね、途端にかゆみが治って、うん、なんかすごいすごい、相変わらず魔女っぷりがすごいと思って、来させてもらってるんですけど、うんうん、それに入ってたのは縄文塩、いろいろ入ってるみたいよ、ま、私、ね、お塩屋さんじゃないからそんなに詳しくないんだけど、そう、あの、うちで扱っているお塩、うんうん、代理店にはなってるんですけどね、うんうん、あの、じゃあコラボしてやらせていただこうと思います。はい、はいはい、この黒い塩の後、もう一個の黒い塩いってみよう。それはね、ごま、これ、縄文ごま塩、縄文ごま、うん、チアシードも入ってる。何チアシード、うん、雑穀の一種で、あ、ビーガンの人とか、畑でやったわ、ちょっとなんかチアシード入りドリンクとか、ちょっと一時期流行って、あ、これなんかちょっと触り心地が違う、目が荒い、うんうん、で、結構塩がしっかりしているので、あ、全然違う味がする。そう、何の味だろう、ちょっとね、ゆで卵みたいな、卵の黄身みたいな、多分このチアシードとごまを結構粉末に近くしてるので、うん、ちょっときな粉みたいな、うん、そう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 、ね、なんかお餅とかにつけたら美味しそう、うんうんうん、でこれが漢方園、メインのオーソドックスなやつ、うん、いただきます。あ、いろんなお料理のベースね、はいはい、あのね、ここのお塩の硫黄、うん、硫黄の、うん、なんていう の、 あの大自然の、うん、ミネラルがものすごいので、わかる、わかる、そう、わ、うん、かる。でこれが縄文塩か、これは全然触り心地が全然違う、縄文の宝かな、うん、リニューアルして新発売してるんじゃないかな、これは一番塩分が強いかも、うん、そう、岩塩でね、うん、美味しい。私はこの縄文の塩を、うん、こっちよりもちょっとコクが出るので、コンソメの代わりみたいにお野菜とかを炊くときに最初にお水に入れる、それで炊いてあげるとお野菜の味がより濃く個性豊かに出てくるから、それで使ってます。お塩をこうやってこういろんな用途で使い分けてあげると、野菜の旨味が出たりとか、ね、それぞれにその用途に合わせて持ち歩いたり、でキッチンでも
こういろんな種類をこう置いといて、うんうん、これを入れたらちょっとコクが出てとか、うんうん、これでもうちょっと軽めにとか、うんうん、ちょっと下茹でにはこっちをとか、うんうん、そうやって使ってる。なるほど、うん、これ最後に納豆塩いってみる、はい、これが一番いいぜひぜひ。あ、うち入れてもらってもすぐ売れるの、うん、売れちゃうよねこれ。そう、これ美味しい。そう、これ美味しい。海外に行かれる方も持っていくと重金属とかを排出したりする納豆とってもいいので、そのために作られたものなんですよ。うーん、じゃあそのね、重金属ってどうしても取っちゃうじゃないですか、うん、お魚とかから、うんうんうん、あのいろんなものからね入っちゃうから、 それを取るんだった人は納豆塩、うん、でも美味しいっていうのがあって、うんうん、でデトックスにはこのブラック塩、うん、そうで、うん、ミネラル系を整えるなら縄文塩、この2つ、うん、でこれは漢方塩か、これはごま塩なので、うん、ちょっとお弁当とかご飯にちょっとおかずに何かが足りないなっていう時には黒いものをちょっと、うん、栄養取れる系ですね、うん、チアシーズ、うん、お子さんとかにも、なるほどなるほど、大切です、お年寄りとかね、うん、必要なもの、なるほど。これね、納豆塩はまるかも、めっちゃ美味しい、うん、あのね、納豆、納豆持ち運べる納豆、うん、そうで臭くないからね、確かに。でもね、ちゃんとね、口の中に粘り気が出る、うん、ちゃんと納豆が、うん、これはなかなかこちらじゃないと食べられない。へえ、すごい、知らなかった、うん、そしてこれは何でしょうか。はい、はい、これはね、海苔ですか。はい、じゃーんです。はい、なんかずいぶん多いですね。そうなんです、今年ね、ちょっとね、もしかしたら取れないかもしれないって連絡をいただいていて、うん、どこら辺のってちょっとあんまりね、場所を言ってはいけないんですよ。いろんなほら組合とか、うん、いろんななんかこうね、原始絡みみたいな、そう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 、それにこう潰されている、まあ、農業とかもそうだけど、そういうので大変な方々、うん、それでも人のために一生懸命作ってらっしゃる、何十年もね、うん、代々、うん、その方ができたら広めてあげてくださいって、今年もどうにかできたのでっていうことで、うん、で東京ではほとんど手に入らない。これあのいわゆるアオサっていう。アオサです。で、出回っているものはほとんどがスーパーとかで、うん、お土産屋さんとかで出回っているものは、うん、ほとんど真水とかで綺麗に洗われちゃって、うん、ミネラルとか、ああ流れちゃうと綺麗に流されてしまって、その海の塩味っていうのはほとんどなくなってしまっているので、アオサって味がしないもんだと思う。本当に海臭い匂いっていうのかな。それがちゃんと感じられる、ね、カメラで映るかな、うん、すっごい真っ青なの。そう、緑、ほら綺麗な緑なの。ここに初めて見た、こんなおつゆの中に入ってるんですけどね、美味しそう。でもこのそのものをちょっと食べてみてもいいですか。え、これはじゃあ何、うん、あの水でジャバジャバ洗わないで、軽くだけ、気になる方はちょっと塩分が結構入ってるので、その分ちょっと、うん、かなり塩を感じると思う。だからさ、うん、塩分がこれ必要な時にはこれただ食べてる。なんか美味しいでしょ、うん、ワンちゃんにもあげるんだけど、すごいの、もうダメでしょ、もっとちょうだいってなる、うんうんうん、天ぷらとか卵焼きとか、こうやってお吸い物とかね、うん、うん、毎日毎日ちょこっとだけ入れる。これどこの、これがなんですか、場所。奥伊勢って言って、でそれぐらいまでは言ってよくて、あのサミットで、某サミットで使っていた同じ湾のある個人というか、まあ、その方も、まあ、業者ではあるんですけど、うん、まあ、陽子さんですかね、ご家族で店とね、うん、いろいろおつながりがある魔女だから、うん、はい、そので経由して、はい、これめっちゃ美味しい。そう、去年いただいて初めて、うん、これは何だと、わかる、青さの、青さのね、今までと違うぞと、違う違う、そう、これってでもさ、うん、ちょっとお吸い物もったいないね。そのままでパリ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 食べていただくのが本当は一番いい、うん、ミネラルがそのまんま入るから、うん、あ、そうそうだよね、このお塩と同じ、うん、本当にお塩に近い塩分、本元の、うん、もう海の塩なので、うん、めっちゃ、そう、めっちゃいい味する、うん、食べたこともない味がする。色もいいしね、色ももうね、本当にこの新物だけは、うん、もう3ヶ月が一番こうね、勝負で、なんか香りと、